皆さんこんにちは。今回ご覧いただく梅の木は過去に何度かご紹介した豊後梅です。主にナンバー12とナンバー96でご紹介しています。2009年に植え込んでから13年間毎年手入れをしています。最初の 4,5 年で樹形ができてくれば、あとはその形と大きさを維持していく剪定になります。年によっては中づかしのような少し思い切った剪定が必要な場合もありますが、切り手と庭木の相性が整えばそれほど木が荒れることもなく、いわば同じような剪定の繰り返しとなります。剪定において切り手が変わらず毎年同じ木を手入れするということは重要なことだと私は思います。あまり意味はありませんが、3年前のタイムラプス動画と今年のものを比べてみました。当たり前ですが同じような動きをしていますね。逆に言えば切り手と庭木の相性が整うというのはこういうことなのかもしれません。毎年同じ人間が同じ木をいじっていれば切りどころを迷うということもありません。それでは今年の剪定の手元映像をご覧ください。2年前の新梢から出た脇枝に切り戻します。新梢を詰めるだけでは木が小さくならないので、去年作られた枝まで切り戻すということです。あまり出っ張っていなければ新梢の先を切り詰めます。この辺でもいいし、もう少し詰めてもいいし、このくらいまでね。これはもう弱い枝に切り戻し、この辺もねもう横行ってくれればいいんで、この徒長枝も必要かどうかなんですけど、この辺から来てるんですよね。下枝作るんなら取っときますけど、次の枝作りますかね。この辺でここに枝作っといて、こっちが古くなったら切り替える感じですかね。多分いらないんですけど、いるかいらないか後で判断するので、とりあえずこう折っときます。そうするとね、目立つから後で切り忘れがない。それだし、これ元から切るとすると結構大変ですよね。奥の方まで手伸ばさなきゃならない。こうしときで後で下からやればいいですね。もうあまり外の方に伸ばすと実を取るのも大変になってきますから、あまりこっちへ行かないように今回したいと思います。もう行き過ぎなのでなるべく詰めたいんですが、この辺かな。これはちょっともう強いですね。大きくしたくなければ詰めちゃった方がいいですね。次の枝を作っていくんなら残しますけど、ちょっと強いですね。枝になる可能性があるので徒長枝を途中で切っときます。徒長枝もなるべく切り戻しをこの辺までいけますかね。立ってるからね、これはもう元からの方がいいですね。元からとこのぐらいの高さでね収まる。これはね、次の枝を作るための枝なんですが、このぐらいでいいんじゃないですかね。このぐらいで進みます。あんまり予備を残しすぎてもね、汚らしくなるので、これとかはね本当はいらないかもしれないね。出しすぎですよね。内向ちょっと大きくなりすぎてるから下げますか。地域行きすぎてるからね、ここで戻しちゃいますからね。これが強いね。なくてもいいような感じですね。間延びしちゃってるんでね、間に枝はないので、このアンビル型よく切れますよ。これはね予備で取ってんだけど、なんかあんまりいい枝じゃないですね。もう外しちゃおうかな。この辺がいいからね。あんまり取っといても意味ないような気がするね。でも迷ったから取っとくか。この辺で止めといて。まあ新しい枝もね少しは必要なんですよね。まあ邪魔しない範囲で取っときますか。まあいらないと思うけどね。まあ切るのはいつでも切りますから。でこれね、さっき折っといたやつね、こういう状態でしたから切ると楽ですね。これをね上から見た時、ただここで切っても、もしかしたらこれ自体もっと下で切るかもしれないし、無駄な手間を省くためにですね、これはあえて上から切らないでおいて、まあ、下に降りてからここで切るとか、あるいはこれがもう絡んでってるね。どうしようかな。こっちの枝にするか。この枝を将来的になくすかもしれないってことですよね。どうかな。ちょっとこの枝はねいらないかもなんですよね。これ切っちゃってもいいかもしれないんだけど、ただねやっぱ実をたくさん取りたいでしょ、下の枝で。だからちょっと鬱陶しくても次第だが、残し気味にしてあげると実がね取りやすいんですよね。木の形としてはねなくてもいいんですけどね、これがなくてもいいぐらいですよね。切っちゃってもいいぐらいなんですけどね。こういう枝は取っといた方がいいね。これ強いね。どうしようかな。これもここで止めといて次に切るか。これね実がなるかもしれないでしょ。だからちょっと無限には切れないね。途中枝をこの辺で切るとね、さらに上で手入れしなきゃなんなくなるでしょ。そういう場面はないと思うのでね、付け根で切っちゃった方がいいですね。もっと上に育てるんならもちろん残しますけどね。家がだから残して実を取る枝にしてあげたいんですよね。と強すぎるよね。でもこの辺か、まあね、これだけ切っててもこの胴吹きがこれしかないってことは木もそんなに苦しんでないってことですよね。あんまり剪定されすぎてね、葉っぱが足りないと思ってたらね、もっとガンガン胴吹きしたりしますよね。比較的落ち着いてるということですね。今回ご覧いただいた梅は豊後梅ですから、比較的成長が早く、剪定もちょっと強めになると思います。梅の種類や植えられている場所などによって枝の伸び方なども違いますので、次回は他の現場での梅の剪定をご覧いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。